顔の横にもう少しお顔の横そういう感じで近づけたんで前お願いします。はい、で笑顔でもう少し、はい、ありがとうございます。じゃあこちらください。発売されたということで、はい、現在のどんな心境ですか？あんまり実感は湧いてないんですけど、すごい頑張って作ったので、発売がすごい嬉しかったです。周りからも結構反響とかあったりしたんですか？そうですね、友達からなんか本買ったよって写真もらったりとかして嬉しいです。モデルの友人も買ってくれたり、はい、そうですね、はい。撮影時に何かエピソードがあったりしたんですか？エピソード。エピソード。エピソードは、夏目本にすごいちっちゃくコスプレをしてるんですけど、なんか顔を真っ赤に塗ったりとか、なんか影面をかぶったりとかして、すごい楽しい現場になってました。どんなコスプレをしてるんですか？ベジータとか、セント君、奈良出身なんで、セント君とか、あとは、なんか学生服、なんか男子高校生みたいな。あ、子供の格好してる。はい、しました。実際、着てはどうでした？着て、バクランがすごい肩幅が広くて、肩がしっかりしてて、バクランってこんな感じなんだって思いました。バクラン初めて？はい、初めてです。間違えられましたか？え？男の子と。間違えられますかね。ちょっと内容をちょっと説明してください。はい。内容は、まず川島小鳥さんというカメラマンさんに写真、グラビアページを撮ってもらったのと、あと自分のファッションルールとメイクだと。はい、なんか自分のコーディネートを作るにあたってのルールだったり、メイクの仕方をすごい細かく書いてたり、あとはカルチャーなどを詳しく載せています。なんかここは見てほしいな。カルチャーの部分で自分のイラストを書いたりとかもしてるんで、そこも注目してみてほしいです。グラビアの方はどうですか？グラビアの方はなんか普段は雑誌などでキメキメのポーズだったり顔だったりが多いんですけど、もうほとんど素の状態で撮ってもらって、あとは半目の顔とかもあるんで、ちょっとクスッと笑うものもたくさんあるから見てほしいです。高尾山でしました。あの1日で、はい、全部撮ってもらいました。高尾山は初めて行きました。どうでした？あの猿山に行ったんですけど、飼育員の方がお猿さんを連れてきてくれて、でなんかツーショットとかも撮れたんで楽しかったです。今までにない経験をしました。それはグラビアのページに入ってます。はい、グラビアのページに入ってます。じゃあ今日のファッションのポイント何かあるか、はい、今日はイベント1日目なんで、あの夏目さんの表紙と同じコーディネートでないけど、あ、これできました。で、夏なんで水色のチェックでちょっと爽やかにしたんですけど、黄色の靴下でちょっとポイントをつけた感じです。自分で考えて、はい、自分の洋服で、はい、自分の洋服